お願い、聞いてくれる？あのね、みなぎのこと、お兄ちゃんって呼びたいの。ありがとう、お兄ちゃん。ごめんね、ちょっとだけ甘えてみたかったの。あ、みなぎ、困った顔してる。Oh.
にも？カレンちゃん、男の人と話したことあんまりなかったんだって、今まで。みなぎくんのこと興味津々だったよ。ううん、でもわかるよ。カレンちゃんとしては気になる人ナンバーワンなんだよ、みなぎくん。惚れちゃいそう？カレンちゃんさ、もしかしたら心配になってたのかも。みなぎくんがラリサちゃんばかり構うから、せっかく仲良くなったみなぎくんを取られそうで。でもそういう気持ちって大人も子供も関係ないもん。怒られるね。うん？大人の女なら扱い自信あるってか？私が熱で倒れた時のこと。あの時キスしようとしたの？うん、ぼんやりとね。あ、違うんだよ。別に責めてるんじゃなくて、嬉しかったんだってば。一応私のこと女扱いしてくれて。続き。してもいいよ。あの時ね、そう思ったよ。熱で朦朧としながらね。確かめてみる？仕事ね、私には向いてないんだ。ううん、この間のことだけじゃなくてね。私ってどんくさいでしょ。だから戦うことだけが唯一の特技だってのは自分でも分かってんの。でも嫌なんだ、敵の急所を狙いすましてナイフを打つ時の冷たい機械みたいな自分が。なんだか自分が
冷たい鋼のナイフそのものになったみたいで、すごく嫌なの。あれ？なんで私、こんなことベラベラ喋りまくってんのかな。北条みなぎだな。調べているそうだな。あんたの身に入れておきたいことがある。調べてたことの続きなんだね。でも危険じゃないの？Thank you.
なぎ。私もできればそうしたいんだけど。知らねえんなら教えてやるさ。こいつはな、人質って言うんだよ、わかるか。てめえがいらねえ抵抗をすると、この女は蜂の巣になる。てめえがおとなしくするなら、まあ女は無事でお家へ帰れるかもしんねえ。そういう仕組みさ。